ララ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 ラ声を失われたみやびどうもアリエルですやっはら皆さんこんにちはビンですなんかさマジで声失ったなんか今まだ今日すごい調子いい方なんだけど全然出る方だけど どん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 話すと声を失っていきます。では、頑張りましょう。本日はこちら。人生オスのキャプテン200です。<laughs> 早速声出ませんが、頑張ります。よろしくお願いします。ひもじいです。いいのいいのええね。昨日。 激しく100回言ったそうで声が聞こえ、うん、100万回百100万回言ったのかすげえなああああって言ってんなすげえもうコンマごとにああそんな敏感だった <laughs> ーんえー、こちら風船いいのこちら風船ねなんだって誕生日の日にあのメロンばあさんがメロンちゃんがサプライズで送っていただきまして、えー、この箱玄関入るかな事件があったんですけど 宮部これを見て「私も欲しい」いいな「いいないいななんで仮面のおじさんがもらってんの?」っつって <laughs> あんたまだクリスマスも誕生日もあるじゃないのよクリスマス何言ってんのよあんた確かにファンが5万人もいるんだから届くわよトラック3台分 <laughs> ね、その夢 <laughs> さっきねテレビでね2丁目のお姉さんやってたから喋りがお姉になっちゃったじゃん私もお姉だわこの声だけにもともとあんたお姉じゃない確かに。 はあ <laughs> というわけで、はい、<laughs> これね毎回ね読み方わかんないんですけど何回聞いても教えてくれないんで G セオスなのか多分 G セオスでいいと思うんですけどね,ねえねまあゲーミングセット提供ですああゲーミングヘッドセットなんでね買うわけがないんで、ねうん、まあ まあ前、前も送ってくれた、あれが300だったかな。これ200ですね、うん。200、うんえー。ありがとうございます。えこちらですね。えっと、5 0ミリ強力ネオ、強磁力ネオジムマグネットドライバー積んでおりまして、え2.4ギガの USB トランスミッターも付いております。これ Mac でも Windows でも、あと PS5 とかね。 はい、つないで。と、遅延がなくなるんでね。へぇ、えー。アンド、ブルートゥース5.2。アンド、3D サラウンドサウンドと、取り外しく、取り外しちゃいますけどね、今日はね。取り外し可能なマイク。ゲーミングなんで。で、このマイク、ノイキャン付きです。えー、で、40時間再生します。というわけで、電源を入れていきましょう。電源入れると光るんです、この人。電源が入りません。 頑張れ。お入った。った。かっこいい赤。えっと L R 書いてあったってどっかに。こっち L ですね。はい、ええー、こ,こ見て。光るだよ。可愛くね。ペアリングしたよ。いやまずね、ゲーミングですけどまずいつも通り音楽から音楽にも使えるかというわけで,ですね。起きた。頭顔顔ちっちゃいから大変ですね。私 <laughs> 顔ちっちゃいから。<laughs> <laughs> 引きずってる引きずってる <laughs>、えー。というわけで、えー、平井大智 <J? S 1> ?Apple Music <laughs> AAC エンコードで飛ばしていきます。コーデックですね。エンコードじゃなくて、はい、コーデックで飛ばしていきます。ええー、これは Bluetooth でつなぎます。えー、平井大さんじゃなくて、BLACKPINK さんで、LOVESIC Girls。ちょいちっちゃめ。ちょいちっちゃめ。あ、もうちょっと上。 もうちょっと。うん。オッケーおー <coughs> 滑らかって感じ。はい。ええ平井大さんでスタンバイミー、スタンバイユー。あ、音量上あげようかな。もうちょっと。うん。えバランスいいと思う。 ボーカルの感じはちょっと軽く聞こえるけど、でも定期聞いてるから。おー、全然定期聞いてるから、なんか違和感があるとかではない感じ。はい。ワニーマさんでトモーに。うーん。あー、バランスいいね。 まで中で音楽一番合うかなって思えるぐらいゲーミングセット系でヘッドヘッ,ヘッ,ヘッド系ではいゲーミングヘッドヘッドッド系でえ菅田将暉さんで間違い探しな <laughs> 何その変な声何その変な声 <laughs> あボーカルこれ 男性バラードいい感じ。滑らか系だから。じゃあ手繋ごうか。はい。はいって言ったよ、今。えー、ホワイトスネークさんです。ティル・オブ・ザ・ナイト。<coughs> 迫力には欠けるけど、うーん、でも、聞き疲れしないから悪くない。はい。あやしさんで夜なでる目の。 ああ、やっぱ打ち込み系はいいね。一番マッチしてる。はい。I need to bake your f o y o u bring me joy.Yeah. お腹鳴ってるし。<laughs> かわいい。<laughs> うーん、R&B もいい感じ。 あ、癒しサウンドに近いのかもね。そんな感じします。はい。コールドプレイ BTS でマイユニバース。おー。いいね、いいね。音前に出てくるし。はい。はい、感想をどげんかせんといかん。え、マジで今までのゲーミングヘッドセットの中で音楽一番合うんじゃないかってぐらい聞きやすさが 断突だった。ぐらい印象的だし、ちょっとパンチ力弱いけど、でも、なんだろう、こう、癒しサウンドに近い音だったから、気づかれをしなくていいと思うから、ちょっと軽い気持ちで聞くとき、聞くときぐらいに、ぴったりな、あの、サウンドって感じでした、はい。了解でございます。はい。え、いいね。ならば、いつも通り、まず、 FPS のゲームねはいとんたらかんたらしていかないとねいやえっとこれどこだっけ消えちゃったこれ、えー、とリーラーキルルトゥルリラキルトゥル探せ探リラキあっせ。あったあったあった行きますよはいえっとこれねレディー・オア・ノットのねえっ、ー、と新ホテルマップ突入のチェックインのシーン行きますよはい あのなんだろうこの外,外線っていうのなんか無線でしょえ無線でしょあそうそうそう無線無線外線 <laughs> 無線の音すごいなんかリアルおお足音とかそういうのは今回すごいリアルさはあんまないかもね あ、でも私これいいなと思ったのが、私大きな音とか苦手な人だから、これ自分で音量でね、いい感じのところを決めれれば、すごい、うわっ,ってなんないのがいい。リラックスして聴ける。でも多分、そういうの好みじゃない人もいるのかなとは思うけど。はい。Everybody down.Everybody down.、はい Everybody down. で、次が ASMR でヤンニョムチキンく、ね、んヤンニョムチキンくんヤンニョムチキンくんいきますよ、はい、今日はね骨付くウインナーのスペアリブオニオンリングですこの子ウインナー好きだねえなんかチルサウンド出てきてるあヤンニョムチキンくんヘアスタイル変えたうわいい音いい音あれ あ、でも、なんだろう。キューピー3分クッキングっていう感じの気持ちっていう、そにる、なんか、すごい鮮明さはあるかって言ったら、めっちゃなんかリアル、リアルじゃない、なんだろう、こう、近くで聞こえてるかもないかも。でもちょうどいい。はい。 はい。で、最後、<laughs> 映画ですね。うん、えー、また、ラーメン食いに日本に来る人、ジョンウィック2の戦闘シーン。かわいい。あー、映画だと全然ゲームと違う。こう、ガラス今割れたんだけど。 バレーンって、ドーン、銃声ドーンっていうのが、ゲームとは違った、聞こえ方だった。映画回しようとはそんな、聞こえないかな、鮮明には。まあでも私、この、うわーっていうびっくりしちゃう系好きじゃないから、ちょうどいいな。はい。 はい感想をどうぞえっとゲームの方から言うと、うん、ゲームはあの、まあ、さっきも言ってたけど「あのめっちゃ迫力ある」とかではじゃないから何、うん、かなんだろう「うわっ!」てなんないのがちょうどいい、うん、からそういう人は特に一番いいと思う私みたいなタイプびっくりしちゃわない人、はい、ただそういう迫,迫力欲しいって人はまた違うのかなっていうイメージ。ゲームってね ゲーマーの人に聞いたらね迫力じゃなくて、うん、ちゃんと音が聞こえるかしか関係ないそうですあそうなんだあだと足音とかも入るのかなそれ全部あじゃあ足音とかは今回ねすごい聞こえるかっつったら私は聞こえなかったかなっていうところでもまあ重声音とかさっき言った無声音とか、うん、まああれゲームが足音関係ないゲームだからあそうなの,、うん、あのまあだとしフォートナイトとかなんか他のやつやると 遠くの方、後ろとかがあれは潜入してって打つやつだから<ー>足音ないんですよあそうなんだ、うん、いや無線の音とかもなんかリアルに聞こえるし、うん、いいんじゃない、うん、でヤンニョムチキンくんは今回私弱いかななと思った、うん、なんかすごい食べてる感なかった自分がいつもあるけど、うん、で映画も「 私は映画迫力を求めちゃうから、うん、わーとか好きやないんだけど夜中ダンとかそういう空間広いっていうのは好きだから、うん、って考えてと今回はまあ映画はあんまり向き不向きかなみたいな、うん、って感じでしたでも耳に優しいから、うん、あの耳やばいかも最近と思った時にこれ聞くのがなんか良さそうとも思ったです、ええ 今回難しかったじゃあ僕のターンですか <coughs> うん <coughs> じゃあ僕のターンで音楽の音質まずいってきますえー、はい、高域は硬いカリッとした高域で解像度は高くてゲーミングらしくシンバルのなっている位置も細かくわかる高域でしたで、ミッド中域はもうボーカルが思い切り前に出てきて各楽器の距離感もわかるくらい低位も良くて解像度も高かったです でロー低域はまあ必要十分な低域でタイトな低域でキレもありましたで。中高域を邪魔しない低域でベースラインもつかみやすかったです。で音場音上は左右に広くて上下も広いですで。細かな音がきちんとした距離感で近くや遠くで鳴り響く空間っていう感じでございます。でね、解像度が高いんで固めの中高域カリッとサウンドで まあ音楽専用ではないので、ゲーミングヘッドセットなので、音楽もきちんと聴けるというサウンドでした。で音楽も一応ちゃんと聴けますっていうゲーミングにしては。うん、そんな感じでございました。でね、FPS ゲームではね、左右とか後ろからの足音は、えっと、僕は判別できました。で、チャットの音声も、チャットね、あのね、無線とか喋ってる声ね。うん、もうクリアで、 まあ、ゲーミングヘッドセットとして最低限の性能はあるかなと、まあ、価格言えばね、わかるんですけど、これ入門用なので、前やったのがキャプテン300なので、これの上のやつやってるんで。うん、で、今回200なんで。うんうん、で、映画はね、まあ、きちんとサラウンド感はあって、まあ、最低限の低音も出ていて、まあ、宮城が言ったように、まあ、迫力とかっていうよりはちゃんと、 前後左右の音も確認できましたっていう感じです。で、2 4ギガ帯域の USB トランスミッター使えば遅延もなくなるし音質も若干上がります。で、Mac とかパソコン、Windows PC とかプレステ等で使えていいと思いました。まあ、あとはね、LED が一応入ってて、ゲーミングらしくここが光ったりとかも。 ゲーミングってんで光るか俺もよくわかんないんだけどね。いやかゲーム感あるよね。キーボードからパソコンからなんか全部光ってるから、ね <laughs> うん。なのでまあいいんじゃないかなと思いました。なのでまあ最後価格言いますがえっ、ー、とゲーミングヘッドセットを探し安く探してたり入門してみたいとかアンド音楽も聴いてみたいっていう人には。うん まあ最適かなと僕は思いましたうん、うん、まあゲーミングヘッドセットの高いやつはもう余裕で満いくんでね余裕で満ですからね満ですか、うん、でもまあなんだろうプロ用とかあるんですよプロのゲーマーいるじゃないですか、うん、今いっぱいで他の人たちはゲームするためにあのお高いダックをつないでモニターヘッドホンって一番聞こえるじゃない、うんモニターヘッドホンでゲーミングじゃなくてモニターヘッドホンで マジでそこまでして、あのー、細かい足音から何か,から全部聞いてプレイしてるんです。マジはい、そう,うでございます。ゲーマーの人たちってモニターヘッドホンすげえ使ってんです。パプツの方にびっくりした。なので、えっ、ー、と、こちらですね。うん、<laughs> G-SEOS だと思うんですけど、キャプテン200。Amazon で。 6,999円なんですけど10%オフ外からついてるので6,200円ぐらいです<ー>もう6,000です安い安い <laughs>、うん、なのでまあ本当なんだろうゲーミングヘッドセット気になっててまあでも音楽も聴きたいなとかっていう人たちには入門用にいいんじゃないかなとさそう、まあ、最低限の性能は全部持ってるのでうん、うん、でまあ大きさはここまでなんで どうなんですかね。ぬふちゃんはできるかもしれないですね。で速圧別に強くないし。ああ強くなかった。付け心地は悪くないので長時間のゲームでもいいと思います。はい。というわけでえーみやびさんは G セオスキャプテン 200Amazon でたい6200円買いますか買いませんか買いまーす 気に入ったあのね音楽聴けんのに好感度持てた音楽聴けるゲーミングって今までなかったなかった音楽変だったからねうんんかやっぱどうしてもね薄かったりんかこうベールかかった感じとかだけどこれめっちゃ普通にこれこもってないんだよねそうであのこのマイク付きでェ界クの好きじゃんでノイキャン付きでしょっていうのであのいいなって思った これだそうですよいいみたいですよっていうかマジでゲーミング結構音楽ダメなのが高いのやつでもねやったけど、うん、多,い多いんでこれ音楽普通に聴けたんでいや本当にいいで聞き疲れしないから、うん、いいなっていうのまたあったでまあ価格も6,000円ぐらいだしね、うん だとね、私、光るの好き。今回の。デザインと、で、ここ光るところ、好きだった。あとね、これね、あの、アナログのここにボリュームもついてて、自分でボリューム変えられるし。マイクのこれもね、オン、オフ。いろんなね。いいじゃん。あと、点灯のここで、色変わったりとかね。えあと、マイクのちゃんとミュートスイッチもついてて、こっちだとマイクオンでこっちオフとか、いろいろ便利なの。ね、私、これいいと思う。これ結構。 お買い得でございます。気に入った。では、ひもじい、はい。G セオス、キャプテン200。こちら、売りますか売りませんか売りまーせん。<music> まあ、やびと一緒で、音楽に、ゲームに、動画に、ASMR に、映画にと、まあ、すべての用途で、安く楽しみたい人には、まあ、6000円なんてコスパも良くて、うん、安く買えるから、いいんじゃないかない。え、うん、いいと思う、これ。結論でございます。うん。まあ、デザインも、 ダサくないしね、うん、うん。あとミエビが好きなヒカルーだけうんヒカルってなるんででこれ連続再生40時間いけますのでまあ一日使っても余裕ですしかもちょうど友達からさ、うん、なんか DM で、うん、なんかそのおすすめなんかこのその人もこうズームできるようなやつ、うん、でなんか気がなくないってなって、うん で、私が前にさ、白いやつ持って帰って、なんか、何あったじゃん。あれを持ってた時に、私はあれ好きだよって、マイクの感じよかったよ。あれがこの上のやつで。あ、そうなんだ。って言ってて、でも、なんだっけ、その人。あ、その友達の。え、やだ。私、ちょっとこれあの、ね、また最後言うけど。だからでも、これを、あの、手軽だから、おすすめしやすいなと思った。おすすめしといて。え、みやびが大絶賛した場合は、皆さんご存知の通り、 朝から売り切れますんで気をつけてください。まあゲーミングなんで大丈夫だと思うけど、これがゲーミングじゃなかったら多分売り切れちゃうので。珍しいよね、ゲーミングでこんな気に入ったの。気をつけてください。G セオさん気に入ったみたいなありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、意外にみやびやは買いませんって言うかと思ったけど、気に入ったんですね。やっぱ予想つかないですね。というわけで私はドランシます。シュッシュッシュッ。 はい。でも皆さんね、今日の反応を見て分かると思いますが、私、今回、ゲーミングヘッドセット、キャプテン200こちら、お持ち帰りしまーす結構気に入った。なんかこれ、なんだろう、う気軽に使えるから。普通に気軽に。あとこれ、これ好きだから。これマイク使いたい。なんかもしまた何かズームがあったりとか、電話来たら無駄にこれ使っちゃいそう。<laughs> こればっか使いちゃいそう。 ってぐらい結構多数好き気に入りました。なので久しぶりにこちらを持ち帰りをしたいと思います。そんな感じです。皆さんもぜひね、チェックしてみてください。それでは今日もありがとうございました。なかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。